田上淳二は、日本の歯科医師、歯学者。東京医科歯科大学歯学部長、大学院医師学、総合研究科接触機能保存学講座を職制御、学分野教授。歯科保存学の分野で知られる。日本歯科心美学園会長、日本接着歯学会元会長。三重県生まれ。1980年に、東京医科歯科大学歯学部を卒業し、84年に、 同大学院修了。以後、同大学助手、大武大学教授を経て1995年より、東京医科歯科大学教授に就任。1984年東京医科歯科大学より、歯学博士号を得る。論文名は、コンポジットレジンのエナメル質接着性に及ぼす、三色技法の影響。ABC、学部長、メッセージ、歯学部の魅力って何 大学受験パスナビ。応文社。2012年9月2日閲覧。AB。会員の皆様へ。日本歯科心理学会。2012年9月2日閲覧。ABCDEFGHIJKL。特別講演3接着資学の現在と未来。接着資学。第24巻第4号。日本接着資学会。213ページ。田上順二。 研究者、J グローバル科学技術振興機構、2012年9月2日閲覧。博士論文書士データベース、役員構成、日本歯科心理学会、2012年9月2日閲覧。日本接着歯学会役員一覧、日本接着歯学会、2012年9月2日閲覧。特定非営利、活動法人日本歯科保存学会役員。 日本歯科保存学会、2012年9月2日閲覧。日本歯科医学教育学会役員一覧。日本歯科医学教育学会、2012年9月2日閲覧。日本レーザー歯学会役員名簿。日本レーザー歯学会、2012年9月2日閲覧。学会事務だより、高校病学会、2012年9月2日閲覧。ありがとうございます。